もしも箱根駅伝で各大会の区間賞メンバーが走ったらどの大会が勝つのか、過去に大好評だったこの企画を2024年時点第100回大会までの最新データを使って再びグラフでシミュレーションをしてみました。ここで今大会のルールの説明です。今大会では各大会の区間賞メンバーが出走し、どの大会が一番速いのか優勝を争います。箱根駅伝では過去に何度かコース変更があったため、大会によってタスキリレーの位置が若干異なります。また今大会では参考として第100回大会青学優勝メンバーも参加いたします。各大会の区間賞選手と比較して第100回青学優勝メンバーがどこまでやれるのかにも注目しながらお楽しみください。皆さんの現時点での優勝や展開予想をぜひコメント欄に書いていただけますと幸いです。それではスタートです。ここで今大会の有力校の紹介です。青学が下馬評を覆す優勝第100回大会、2区黒田選手、3区太田選手、4区佐藤選手の並ぶ往路は破壊力抜群。区間賞対決でも優勝なるでしょうか。駒澤が大学駅伝3冠を決める優勝第99回大会、箱根路に衝撃を与え続けたエースヴィンセント選手を4区に起用。この区間で先頭奪取なるでしょうか。青学が大会新記録で優勝第98回大会、エース吉井大和選手を1区に起用する先手必勝のオーダーで狙うは総合優勝です。10区で駒澤が創価を大逆転第97回大会、2区と4区に留学生ランナーを起用。最後まで諦めない走りで一花咲かせられるでしょうか。高速化の象徴として記憶に新しい第96回大会、ダブルエースの相澤選手は2区、ヴィンセント選手は3区にエントリー。復路にも立澤選手、阿部選手を残しており、やっぱり96回大会は強いでしょうか。東海大学初優勝第95回大会、前年2区で区間賞争いを繰り広げた森田選手、相澤選手を3区4区に起用。速さと強さを兼ね備える布陣で区間賞対決でも上位を狙います。青学が4連覇達成第94回大会、復路は小野田選手、林選手、下田選手の他校に絶望を与える伝説の区間配置です。青学が完全優勝を達成第92回大会、青学の選手を6区間に起用。箱根路をフレッシュグリーンに染め上げます。青学初優勝第91回大会、東京五輪マラソン代表の中村翔吾選手、服部優馬選手を1区2区に起用。5区には3代目山の神、神野大地選手が控え、観客を魅了するワクワクするレースを展開します。東洋最後の優勝第90回大会、双子の弟設楽優太選手は3区、兄の啓太選手は5区山登りに挑みます。東洋独走第88回大会、箱根路を沸かせた山の神、柏原選手のラストラン。1秒を削り出す走りで優秀の美を飾れるでしょうか。以上、有力校の紹介でした。
皆さんいかがでしたでしょうか。優勝は第96回大会、準優勝は第100回大会という結果になりました。第96回大会は3区ヴィンセント選手、6区立澤選手、7区阿部選手の走りが圧倒的で、今でも区間記録として残っているということで、この3選手が大きく優勝に貢献したのかなと思います。それから第100回青学優勝メンバーが4位に入ったということで、今年の青学がいかに圧倒的な走りだったのかを感じさせるような結果となりました。皆さんは優勝が予想できたかどうか、ぜひコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。